今回大平さんが訪れた産直サラダボール小瀬谷は IGR 岩手銀河鉄道小瀬谷駅から車で5分、国道4号沿いに立つお店です。店内には一戸さん四季折々の新鮮な野菜やお惣菜が並んでいます。冬の今はお鍋に最適な野菜が豊富です。大平さん、今回は産直サラダボール小瀬谷で冬の今が旬の果物リンゴをいただきます。さあ、やってまいりました。今日はサラダボール小瀬谷にお邪魔しております。今日は、サラダボール小瀬谷で組合員の中村直子さんにお話を伺いながらご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。まあ、これから冬におすすめの、はい、野菜や果物あると思うんですけど、特におすすめのものは何ですか？はい、特におすすめのもの、はい、野菜も冬野菜も充実してきましたけれども、はい、今の時期ですとやっぱりリンゴ、フルーツの、はいはいはい、小瀬谷三大フルーツのリンゴが、はいはい、充実してきましたので、小瀬谷三大フルーツのリンゴ、はい、さくらんぼ、ぶどう、リンゴ、はいはいはい、早速店内の方ですの、はい、たくさん品種があるっていうリンゴを、はい、紹介させてもらって、はい、ね、行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ店内の方にやってまいりました。たくさんリンゴが並んでおります。ちょっと隙間がありますけれども、はい、ポップが並んでる品種は、はい、毎日補修しておりますので、今ちょっとお買い求めいただいてこういう状態になっておりますが、はい、ではおすすめの品種は何ですか？今注目していただきたいのは、はい、はるかですね。はるか、はい、はるかは黄色くて甘い品種です。そうですね、そうです、はい、黄色くて蜜がたっぷり入って、はい、酸味が少ない、本当に甘さに特化したような、はい、というので、はい、岩手の推奨品種ですね、はい。さらにリンゴってたくさん品種があるんですけど、はい、中でもいっぱい作られていて、いっぱいこう日本人の舌に合っているというおすすめの種類はありますか？そうですね、やっぱりお客様が一番お求めになるのは、はい、富士ですね。富士、はい、富士、はい、やっぱりなんて言うんでしょうね、貯蔵性もいいですし、はい、あとこの味自体が酸味と甘みのバランス、はい、それに貯蔵性が高いということで、はい、そうなんですね、はい、喜ばれている品種です。ではそのおすすめの2種類を、別の研修室でいただいていけるということで、はい、すみません、よろしくお願いします。施設が別室でということでよろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。さあ、直子さんおすすめのはるかを早速食べていきたいと思います。はい、大平さんにカットしていただきました。カットしました。もうカットした瞬間にこのスターっていうんですかね、この蜜がたっぷり入ってるんですよ、うん、美味しそうだなと思って、香りもね、うん、すごくフルーティーな香りして美味しそうなので、これね、いただきます。うん、シャキシャキ、うん、で、うん、美味しい、うん、酸味感じます？酸味よりも最初に甘みがそうですよね、わーってきて、最後にかすかに酸味が、うん、でも本当に酸味よりも甘みがすごい、そうです、そうです、その甘みが、はいはい、特徴のリンゴです。確かにこのね、綺麗な、はい、はい、うん、なんかもう食感がまず最初にこうシャキシャキってこう新鮮な感じがあったし、うん、でさらにそこからこうジュワーッと果汁が吹き出てきて、それが甘いっていうのが、こんな甘いリンゴを初めてかもしれないです。さすがはるかっていう感じで、はいはい、美味しいです。はい、よかった、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ三富士、はい、三富士の方いただきます、はい、衣が切った瞬間にもう蜜が入ってるのが分かって、はい、美味しそうなんでいただきます。はい、やっぱりいいんです、香りです、はい、いただきます。
噛んで噛んで。おいしい、うん、みずみずしいです、うん、こうたくさんこう見ての通り蜜が入ってるのが分かるんですけど、うん、ちょっと水分量が多いのかな、そのはるかに比べてね、水分量が多くて、うん、噛んだ瞬間にブワッと果汁が口の中に広がって、うん、でその酸味もちょっと強いので、うんうん、なんて言うんだろう、さっきのはるかよりもそこ酸味がふわっとこう口の中に広がってパクパク食べれるような、こうそうですね、やっぱり酸味と甘みとバランスがいいので、うん、はい、飽きないかもしれないですね。それは言いたかったんですけど、はい、はい、今日は、2種類のリンゴを、食べさせていただきましたけれども、お店には他にもたくさんの品種があるということで、どんな品種があるんでしょうか。はい、そうですね、もうすっかり冬のリンゴになりまして、今食べていた、いただいた、はい、サンフジ、それからシナノゴールド、金星、オーリン、そしてハルカですね、はいはい、こういった定番の品種に加えて、あとコンニャク、うんうん、もお菓子作りとかジャムとかされる方は喜んでお求めくださいますし、また好きな方は生食でも、はい、これは好きなのよって、はい、コンニャクは、はい、なんでジャムとかそういったお菓子作りに最適なんですか。加熱すると、はい、全然変身しちゃうんですよ。変身、うん、酸味のあるりんごの方がより甘くなるというか、とろみもつくし、コンニャクは酸味が強くて、うん、煮たりすると甘みがそこで増して、そうそうそう、だからケーキ屋さんとかに、はい、ケーキっていうかケーキ類によく使われますよね、はい、はい、それでは最後に、見ている方に一言メッセージをお願いします。はい、サラダボウル小鶴屋の生産者、いいものを作ろうと一生懸命頑張っております。はい、スタッフもお客様のご期待に添えるように一生懸命頑張っておりますので、何かありましたらはお気軽にお声掛けをしていただければなと思います。はい、はい、ぜひご来店をお待ちしております。お待ちしております。ぜひ足を運んでください。じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。町内外の人に愛され続けてきた産直サラダボール小鶴屋、旬の野菜や果物、花などの他にお惣菜やお菓子、たくさんのものが並んでいます。産直サラダボール小鶴屋の営業時間は午前9時から午後6時まで、年中無休です。また隣接するそばどころ小鶴屋ではこだわりの十割そばが味わえます。サラダボール小鶴屋では買い物を楽しんだ後はどうぞ温かいおそばをご賞味ください。そばどころ小鶴屋の営業時間は午前10時半から午後5時まで、定休日は12月31日から1月3日までです。今年の冬は旬の果物、野菜、温かいお蕎麦を堪能してみてはいかがでしょう。